ちょっとダメ切るから指。返して返わんの？反対にしたらなんか、あ、すげえ、これすごいよ、すごい、痛い はい、皆様おはようございます。本日はですね、リーグ戦後期第4節あれ？まあいいや、4節があります。そう、あれですね、めちゃくちゃ外が暑いです。はい、開口一番暑でしたもん。前節ね、リーグ2位の相手にドローまで持ち込むことができて、まあ、後期ね、初の勝ち点1をね、獲得することができたんですけれど、今日もね、この勢いのまま勝ち点取れたらいいなと思います。で、キックオフもね、夕方からのキックオフとなっておりますので、まあ、いくらかね、これよりかは涼しくなるんじゃないかなと思います。ちょっと暑いんで戻りましょう。はい。外出てね、50本も歩かんうちに汗出てきますね。これ、どうもあれ。取ってごらん、これ。あ、諦めるなって。もうこれかわいそう。よし、じゃあシャワー浴びますよ。最近ね、これ浴びるのね、得意になってきたんですよ。なぜならね、呼吸あったかすぎて草っていうの忘れたわ。だと思ってなかったわ。グラソ、いやー、うまい。いやー、パワーでいった。
パワーでいったね。やばい。レッドだな。
ってどうした？これでしょ？ピッツ、これでしょ？違う。かけちゃった。かけちゃった。かけちゃった。普通には目入った。目入ったって。顔を回避しようとして。はい、1日経ったね、次の日に撮影しているんですけれど、試合の結果はですね、2対4で敗戦となりました。本当ね、ラスト5分までは 2-1 で勝ってたんですよ。で、それに加えて、後半の最後の方に相手も1人退場して、本当だからラスト5分ぐらいで、相手10人、こっち11人っていう状況で、いやもうこれは勝ったっしょって僕もね、まあ、ちょっと思ってたんですよ。相手はね、負けてるから、まあ、当然こう放り込んでくるんですけれど、まあ、その流れで、同点に追いつかれ、いやマジかってそこで思って、他のもつかの間、ほんとキックオフで再開してから、ほんと数分も経たないうちに相手に逆転弾を取られ、いや、嘘やん、マジかって思ったラストプレイにロングシュートを決められ、で、まあ、2対4で、試合終了のホイッスルがなったんですけれど、なんか、なんつうんだろう、あっけに取られた、なんかいつの間にか負けてたみたいな、感じになっちゃって、本当勝てるゲームだと思いましたし、本当にめちゃくちゃ悔しかったんですけれど、まあ、特にやってる選手なんかはね、多分今シーズンね一番悔しい敗戦だと思うんですね。だって本当ラスト5分ぐらいかな、本当ラスト5分まで勝ってましたし、ちょっと未だにね負けたことが信じられないというか、いや本当に負けちゃったんだって今日1日ね度々思うことがありましたでもやっぱり今振り返るとラスト5分1点リードしてて、しかもこっちの方が人数多いわけで、まあ慌てずにねゆっくりつなぐところはつないで、相手陣地にボールを持ってくのも一つの手だったかなって、まあ終わってみて、まあ、たらればですけれど思いましたし、やっぱりこうなんだろう、ちょっと焦ってたっていうか、まあ相手はねどんどん放り込んでくるし、もちろんね、でこっちもね失点したくないから、こうなんとかなんとかもうボールをすぐ跳ね返して、まあ、クリアするっていう感じを取ってたんですけれど、本当に冷静に今思えばこっちの方が人数多いから、まあ、誰か相手がね一人空くのは当たり前だし、まあ、相手はね一人少ない分走らないといけないし、もうちょっと落ち着いてね、まあ、ボール補助をするというか、別にね3点目を取りに行けって言ってるわけじゃなくて、マイボールにする時間を増やしながら、まあ、時間を稼ぐなり、まあ、3点目をね取れるなら取りに行っても良かったんじゃないかなって思います。まあ、焦ってあんなにクリアする必要はあんまりなかったよねって、まあたらればですけれど思いましたね。まあ、サッカーやってる人なら分かると思うんですけれど、まあ、サッカーね意外と10人になった方が強いというか、まあ、10人になった瞬間に試合の展開、まあ、流れが変わるってことはね、まあ、よくあるので、まあ、それにね飲まれてしまったというか、やっぱ同点に追いついた時のちょっとチームの雰囲気の悪さっていうのが明らかにこう向こうとこっちで違かったし、まあ、同点のはずなのに、まあ、こっちがもう1点負けてるみたいな雰囲気になってたし、同点なのに相手はね1点リードしてる、いけるいけるいけるみたいな感じになってたので、やっぱりねそういったところ、まあ、ちょっとの差だと思うんですけれど、やっぱちょっと気持ちの部分というかメンタリティの部分でちょっと完全に負けてたかなとか、まあ、飲まれたかなっていうような感じの負け方ではありましたね。まあ、でっかい月間ね期間空くので、まあ、しっかり準備してね、まあ、次節勝てるように調整していきたいと思います。今日は1分話で筋トレをしてから家に帰りたいと思います。はい、それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございます。